こんにちは、プロドリフチャンネルです。こちら可愛い実がついています。真珠コケモモなどと呼ばれている植物です。正式名称はスピロスペルムムという、ちょっと言いにくい名前の植物でもあります。こちらお日様大好きな植物ですから、よく日の当たるところで管理をしてください。水は乾いたら、肥料は春と秋に緩効性の置くような肥料を置いてやるといいと思います。丈夫で育ってやすいのですが、冬の間はやや寒さに弱いので、室内で管理をしましょう。生育旺盛ですから、姿が乱れてきたら適宜切って全体のバランスを整えてやるといいと思います。ツツジ科の植物なので、植え替えの時は酸性の土になるようなピートモスや鹿沼土を中心にした培養土で植え替えをしてやるといいと思います。ちょっとユニークな実の色の植物、ぜひ育ててみてください。